案は、2013年2月に、ドリアン・スケカワが出版した小説、第25回読書感想が中央コンクールで、指定図書に選定される。2015年に、川、ライナ・オミの監督で映画化、季節は春。桜の咲き乱れる公園に面したドラ焼き屋、ドラ春で、辛い過去を背負うセンタ太郎は、雇われ店長を続け、日々ドラ焼きを焼いていた。 ある日この店を徳江という手の不自由な老婆が訪れ、バイトに雇ってくれと千太郎に懇願する。彼女をいい加減にあしらい帰らせた仙太郎だったが、手渡された手作りの案を舐めた。彼はその味の良さに驚く。徳江は50年あの愛情を込めて煮込み続けた女だったのだ。店の常連である中学生若菜の勧めもあり、仙太郎は徳江を雇うことにした。 特営の案を使ったどら焼きのうまさは評判になり、やがて大勢の客が店に詰めかけるようになる。だが、店のオーナーは特営がかつて、ハンセン病であったとの噂を聞きつけ、センタローに解雇しろと詰め寄る。そしてその噂が広まったためか客足はぴたりと途絶え、それを察した特営は店を辞めた。素材を愛した尊敬すべき、料理人である特営を追い込んだ自分に憤き通り、 酒に溺れるセンタロー。若菜は彼を誘い、ハンセン病感染者を隔離する施設に向かう。そこにいた徳江は、淡々と自分も自由に生きたかった、との思いを語るのだった。2014年2月23日から同年3月30日まで、NHK ラジオ第一新日曜名作座にて、オーディオドラマ化された。案は、同作を原作とする、日本、 フランスドイツ合作の映画。2015年5月30日公開。監督、脚本は川、は、ライナウミ、主演は、キキキリン。第68回カンヌ国際映画祭、ある視点部門に出品。オープニング上映されることが決まる。2015年9月14日に第40回、トロント国際映画祭にて、北米プレミア上映が行われた。 キャスト陣は本作を含めた演技に対し、各種俳優賞を受賞した。全国77スクリーンで公開され、2015年5月30、31日の初日2日間で、公衆約4000万円超になり、映画観客動員ランキングで初登場第11位となった。主演のキキキリンが2018年9月15日に、成去した際、 樹木の最後の主演映画であることから多くの工業関係者から本作の追悼上映の希望の声が上がり同月21日より再上映が行われた。追悼上映は2015年の公開時を上回る90スクリーン以上で行われた。この記事は以下のカテゴリでも参照できます案に関するカテゴリ。ありがとうございます。